どうも世界数少ない100億人のカラコンの皆さん、おはようございます。12月から朝です。今日は雨が降ってるので、今カッパをしてます。はい、今日は渋谷でね、とある方とアポがあるので、そこに行ってきます。はい、その後は、西村さんとおそらくまた、パチンコを打ちに行く感じになると思います。はい、じゃあ行ってきます。ハロー西です。はい、おはようございます。今日はあいにくの天気です、ね、雨の中傘もささずに渋谷を歩いております。はい、でね、ということで渋谷に来てます。今日ね、渋谷に来た理由っていうのはハルチンさんですね、コラボが決まったって前から言ってたと思うんですけど、そのハルチンさんとの打ち合わせここでやろうかなっていう、そんな話だったので、江ノ島の方からね渋谷まで来ました。はい、で渋谷まで来てそのまま稼働しようかなと思ってたんですけど、多分横浜で稼働できそうだなっていうところではありますんで、横浜へまた戻ってね、稼働していきたいなと思います。はい、バイバイ。どうもー、どうもこんばんは、渋谷なおです。はい、はい、今日はね、僕たちが、特に僕が会いたい人に会ってきました。はい、彼女を作ろうと息巻いてますからね。そっちじゃないですよ。あ、違う、そっちじゃないです。失礼しました。はい、まあ女性なんですけど、はい、僕たちと同時期ぐらいに、YouTube 始めてパチンコ動画をアップして、もう登録者数が9000人ぐらいいてね。すごいよね。僕たちは700人ぐらいですけど、まだそうちょっとね、まだ惜しいけどね、ちょっとね一歩足らず、僅差でちょっと足りないんですけど、すみません。その方と会っていろいろちょっとパチンコのね対談動画撮りませんかってことで、僕は Twitter からお声掛けさせていただきました。はい、ね、で会っていろいろ対談の話とかもしたんですけど、それと合わせて、その方がね、僕たちのチャンネルを見て、こうだこうだっていうのをね、もう A4 の紙5枚6枚ぐらい書いて持ってきてくれましたね。すごいよね、レポートだよね。レポートです。あれはすごかったよ、衝撃だったね。これお二人にどうぞってプッて来た瞬間にね、もうクリップ止めてあんだよね。これなんだろうと思ったらね、しかもマジで的確だったね。いや、パチンコ動画とはいえジャンルが違うので、いやわかんねえだろうと、ちょっとね斜めから見てた部分も若干あったんですけど、あったんですね。あったんですね。ただ的確すぎて、それは間違いない。本当にね、前からね、僕も思ってたところも株とかあってね、すげえなこの子と思って感心しました。ということで、僕たちの動画かなり変わると思います。はい、相当変わりますね。もうね、何回もこの動画でも言ってますけどね、ちょっとガラッと変えていこうかなと思ってます。変えた方がいいと思います。変えた方がいいよね、やっぱね。いろいろやんないと、もう寮の時代は終わったから。それ大事ですね。大事。特に5日からがスタートになるかな。だね、目安はね5日ぐらいで、予定通りいけば5日から、編集して5日アップできればいいんですけどね。そんな感じでやっていければなと思ってます。はい、5日からね、僕たちは、もう一回ね、横浜で拠点を置いて宿取ってね、スタートしていくので、なるかなと思います。はい、楽しみにしててください。はいね、いや今日は本当濃い一日でしたね。だったね。あれはマジでもう本当ソフトの使い方とかね、そこから教えてもらったからね。フォトショップこうした方がいいですよみたいなね、全部惜しみなく教えてもらいましたね。ね、すげえ。同じ時期に始めてあれだけの知識量の差があるってなると、ちょっとね俺もショックだったね。もうちょっとやんなきゃなってすげえ思った。めちゃくちゃ考えてますね、やっぱり。ブランディングもそうだし、どう見えるかとか、めちゃくちゃ考えてるから残せるんだなと感じましたね。ちょっと甘かった。そうだな、ちょっと切り替えだな。はい、というわけで、登録者数1万人目指していきます。1万人。忘れていや今俺の頭の中では今1000万人だったんだけど、なぜか言葉で出たのは1万人だった。なんか随分中途半端な数字出てきたなと思って。今ごめんなさい、普通にごめんなさい。ボケるのはしっかりボケてくださいね。すいません。芸人の前でやらかしてしまう。はいはい、まあそんなね、ハルチンさんって女性、名前言ったかな、ハルチンさんって女性なんですけど、今初めて言ったんだ。はい、対談もね取らせていただけるので来週ね。ね、楽しみだね。楽しみだね。はい。どんな話になるかな。まあちょっと緊張してみたいだったんでね。次会った時は優しく抱きしめてあげたいなと。出た。思いますので。はい。大丈夫だよっつって。大丈夫大丈夫です。楽しみにしててください。ハルチンさん。はい。はい。体抱きしめてあげますんでね。はい。サイレンスプレーだけ持っていってくださいね。はい。そんなとこかね。はい。そんな感じです。はい。じゃあまた明日。はい、バイバイ。チャンネル登録してね。